それでは北沢防衛大臣と森田県知事からのビデオによる激励の挨拶、そして千葉県ゆかりの著名人によるビデオメッセージです。どうぞ。難関を突破して見事に合格され、新たに自衛隊に入隊される予定の皆さん、おめでとうございます。防衛大臣として心から歓迎をいたします。またご家族の皆様におかれましては、ご指定が自衛隊員という国のために働く崇高な職業を選択されるに際し、ご賛同いただきましたことに深く敬意を表するとともに、ご指定の新たな門出をお喜び申し上げます。自衛隊は国の防衛という国民生活にとって最も基本的な責務を負っている組織であります。また国連 PKO 活動や国内外の災害援助など、国民の安全だけではなく国際社会の平和と安定のためにも重要な役割を担っております。こうした重要な任務を成し遂げるため、自衛隊は若さにあふれ、自立正しく力強い人材を必要としております。それだけに皆さんの入隊後の活躍に大きく期待をいたしております。皆さんには入隊後の生活や訓練に不安があるかもしれません。時には厳しい訓練に挫折になることもあると思います。しかし困難に立ち向かうのはあなただけではありません。共に進んでいこうと手を差し伸べる仲間が皆さんの周りには必ずいます。また皆さんのことを親身になって考えてくれる上司や先輩が必ず支えになってくれます。さらには地元の方々をはじめ国民の皆さんがあなたと自衛隊を温かく見守り、力強く支えてくださっていることを決して忘れないでいただきたいと思います。どうか高い使命感を持って堂々と胸を張って自衛隊に入ってきてください。以上、私の歓迎の挨拶といたします。防衛大臣北沢俊。皆さん、ご入隊おめでとうございます。千葉県知事の森田健さんです。実はですね、私、大学を落ちまして、そして浪人してる頃、ある映画を見まして、さあ今この国を俺たち若い人間は守らないでどうする、そのような気持ちで自衛隊に入ろうと、そう思った時にございます。いろいろあったんでございますが、結果的には違う道を進みました。しかし、この日本人としての誇りと日本人としての自信、皆さんに負けないくらい私は持っておりま す。今世界情勢非常に混乱しております。しかし、この我が日本のまさしく先人が本当に頑張ってくれて、素晴らしい歴史伝統文化を作ってくださいました。それをしっかり私たちの世代を守っていかなければならない。この我が日本国の平和を維持するために、皆さんの力をなくして維持できません。どうぞ皆さん、日本人としての誇りと自信、そして我が日本国を守るのは俺たちなんだ。強い気持ちを持って、任務を遂行していただきたいと思います。ご入隊おめでとうございます。千葉ロッテマリーンズ監督の西村典史です。昨年は日本一を達成することができました。これも千葉県民皆様の応援があったからこそと感謝しております。さて、この春晴れて千葉県から陸上、海上、航空自衛隊の部隊、学校に入隊入校される皆さん、そして家族の皆さん、本当におめでとうございます。常に目標を掲げ、それに向かって挑戦する気持ちを忘れることなく、国民から信頼される自衛官、国防のプロとして、そして千葉県の代表として頑張ってください。我々は現在パ・リーグ制覇、日本シリーズ連覇を目標に、
です。皆さんもくじけることなく精進努力してください。皆様のご活躍を期待しています。千葉ロッテマリーンズの清田幸弘です。市立柏高校を卒業しました。千葉県から陸上、海上、航空自衛隊の部隊、学校に入隊、入校される皆さん、そして家族の皆さん、本当におめでとうございます。僕も新しい生活に不安がありましたが、監督、先輩からのアドバイスで不安を解消することができました。皆さんも先輩からアドバイスをもらい、自衛官として頑張ってください。僕も今年もドイツを目指して頑張ります。こんにちは、高橋直子です。この春、千葉県から自衛隊にご入隊の皆さん、そしてご家族の皆さん、本当におめでとうございます。約270名の方がご入隊されるとお聞きしました。これから陸海空それぞれの分野で専門的な技術を磨かれることと思います。その過程の中で思い通りにいくこと、また思い通りにいかないこともあると思うんです。私自身も本当に思い悩むこと、そしてこうなかなか結果が出ないこと、そんな時期もねあったんです。その時に高校の恩師の先生から、何も咲かない寒い日は下へ下へと手を伸ばせ、やがて大きな花が咲く、この言葉をいただきました。結果というのは目に見えても、なかなか成長というのは目に見えることができません。本当に諦めそうになったり、くじけそうになった時、この言葉が私の支えとなりました。そしてオリンピックという大舞台で花を咲かせることができたんだと思います。今回はこの何も咲かない寒い日は下へ下へと根を伸ばせ、やがて大きな花が咲く、この言葉を私から皆さんに送りたいと思います。ご入隊の皆さん、千葉県の代表として、そして国民の皆さんに愛される、そして信頼される自衛官として頑張ってください。応援してます。高橋直子でした。以上、激励のビデオメッセージでした。